ヨギボーウィーリーグの第2節となりました。野島ステラにとってはこの試合が今シーズン最初のリーグ戦ということになります。まずは32分野島ステラ、この位置受けて一度下げて石田が取ります。石田のボール、ここ支え、そして杉田が入ってきた。杉田のシュート、ゴールネットを揺らしました。笹井千成の胸でのトラップからスペースないところ、杉田体を張っていって体勢を崩しながら難しいシュートを決めました。これで野島ステラは先制。そして37分のシーンです。広島、ここで小川持って自分で行きます。クロスバー、小川のミドルシュートでした。この位置ですね、奪い切ってそして自分で思い切りシュートを振り抜きました。小川は右足の精度が非常に高い選手。その小川の右足コーナーキックから合わせていったのは佐山桃子。これで広島同点ゴールとなります。このキックゴール前非常に人数がかかって混戦だったんですが、佐山が合わせました。さあ試合は前半のうちに1対1になります。そして後半入って66分、このシーン抜け出していって後ろから詰めていました石田。そして平野、最後は平野よく見ていました。このボールこぼれたところ平野がシュートを放っていきました。そして73分のシーンです。ここで広島木崎がファールがありました。ペナルティーエリア内でのファールということで杉田が倒されてしまいまして、野島ステラは PK 獲得です。PK キッカー決めました大賀です。さあ大賀落ち着いて決めていきました。これで勝ち越した野島ステラ、ゴールの左隅冷静に流し込んでいきました。さあ勝ち越した野島ステラ、85分、コーナーキックからヘディング、これは福本ナイスセーブ。このシーンです。後ろから走り込んでいました石田が合わせたんですが、これは福本のいいセーブがありました。広島も最後まで攻め気に行ったんですが、ここで試合終了のホイッスル。サンフレッチェ広島レジーナと野島ステラの試合は2対1、野島ステラが勝利しました。